全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部のタクです。今回なんですけども、綺麗なバラにはトゲがあると言わんばかりの事件です。まあ、ローランド様ならそのトゲでルブタン作るですけどもね。今回紹介する事件は2004年に起きた割と最近のものでして、16歳の少女が男を射殺、16歳にして殺人として有罪になり終身刑の判決を受け、多くのセレブ等が未成年にはあまりにも厳しい判決だと騒ぎ始めて全米で話題になった事件です。現在もこの件は完璧にはね解決していなくて問題になっています。決着がついていない未解決事件ならぬ未決着事件ですね。飲む、押す、みちょみたいな名前だね。なぜ少女は男性を殺害したのか、今回はこの事件についてお話していきます。詳細です。2004年、当時16歳だった少女シントヤはボーイフレンドだった男性に売春をするように命じられ、彼女は自分自身を売春することになります。初手ゴミ男。彼女の元には中年の白人男性が現れ、シントヤにやるのかと聞き、その場で値段交渉し了解を得て男性の家に向かうことになります。男性の家に到着します。彼女が目にしたのは部屋に置かれたショットガンやライフルでした。彼女はそれを見てとっさに身の危険を感じます。部屋に入り男性は彼女をベッドに誘いますが、彼女は恐怖から断ってしまいます。同じような会話を何度も続けた後、男性は不審な動きを取り始めたといいます。それに危険を感じたシントヤ、なんと護身用で持っていたピストルで無抵抗の男性の後頭部に至近距離で発砲し射殺してしまいます。さらに彼女は男性の所持していた銃を奪い逃走。なのでこの現場の証言というのはね、全て彼女のものになっております。その後彼女はすぐに逮捕されるのですが、逮捕された彼女は精神鑑定を受けるため精神病院に送られます。そこにいた看護師に彼女はこう言ったそうです。私は男の頭を後ろから撃ったんだよ。あんたみたいなビッチの後頭部には3発打ち込んでやるわよ。あんたの血が壁にバチャバチャと飛び散るのぜひとも見てみたいもんだわ、と叫んだんですね。か弱いかと思いきや唐突に暴言を浴びさせます。この音声は録音されております。これにより事件が発覚した時、世間ではその見た目から天使と言われていたんですが、この音声の報道の後、あいつは悪魔だ、恐ろしいモンスターだ等の声が上がり始めます。あんたみたいなビッチには3発打ち込んでやるわよって、映画とかでしか聞いたことないですね。同年、アメリカのテキサス州にある少年裁判所で彼女の裁判が開かれます。裁判官は未成年である彼女を少年法制で裁くのか、それとも成人として裁くべきなのかのこの判断で迷っていました。少年法で裁いた場合、青少年短期収容所に送られ19歳で出所することになる可能性、成人として裁かれた場合殺人として長期間刑務所に入ることになる。そしてこの彼女が送られた裁判所というのがテキサス州の裁判所で全米で最も厳しく裁かれることで有名だったんですね。さらにシントヤは昔からドラッグ等に溺れており、さらに異性との性交渉では36人の体と関係を持ったと判明。そんな子に更生する余地はあるのか、未成年でも善悪の判断は十分につくはずだ等の意見も飛び交って厳しい判決を下すか、全米はここに注目をしていました。2006年、ついに判決。シントヤは賛否両論あったものの、未成年ではあるが成人と同様に裁くと決定します。第1級殺人で有罪になり、なんと一発で終身刑という厳しい判決を言い渡されます。世間では納得する声、少年法に関する不満を変えた事件としても支持をする声があったのですが、同様にこの判決に納得のいかない人らも出てきたんですね。2019年8月までに様々なセレブ、そしてアスリートからの仮釈放の声が上がっておりまして、自身の SNS 等で世間に呼びかけ、その影響なのかシントヤは今年の8月に仮釈放されております。ここでもまた一部世間ではまた同じことをやらかす、仮釈放を取りやめろといった意見も上がっているということです。はい、以上がね、天使と言われていた少女が起こした事件でございました。はい、まあ殺害してね仮釈放されたという少女なんですが、相手も未成年を買収していた犯罪者というところで非常に難しい事件だなと感じますね。ただ一部では彼女の IQ が130近い数値を出したということで、同情を装ってみんな騙されてるとの意見もあるそうです。皆さんの考えもお聞かせください。はい、というわけで今日は以上です。まああんまり考えたくないですけど、もしこの少女の見た目が天使と呼ばれずに悪魔と呼ばれていたら、世論はどうなっていたのかなと考えてしまいますよね。以上です。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。